ございます。7月22日金曜日の朝です。今朝は朝から太陽が照りつけています。暑くなりそうです。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。床と体の接地面に気持ちを向けてください。どこが強く床についていて、どこが床から高く浮いているでしょうか。右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて、手のひらを向かい合わせに置いてください。手の腕の幅は肩幅ぐらいにしてください。でゆっくり優しく右手が天井の方に近づいていって、そして戻ります。右の指先が天井の方にふわっと引っ張られるように伸びていったり戻ったり、この時に左肘と左膝は左側の床に近づいていってください。でゆっくり戻ります。戻った時は両肩、お尻がしっかり床に戻って、呼吸を2回くらい楽にして、力が抜けたのを確認したら、また指先は天井、左肘、左膝は左側の床に近づきます。この時右の足の裏はしっかり床を捉えておいて、少し床を踏んでやるような感じ。右膝は天井の方を向いておいてください。ゆっくり戻ります。ゆっくりこの動きを繰り返してください。背中では何が起きているでしょう。右側が床から浮いていったり戻ったり、この時に浮いているところ、ついているところ、ゆっくり観察しながらこの動きをやってください。戻った時は肩もすっかり床に預けてください。目は右手の指先を見ていってください。楽に楽に全てが一緒に動き出して、同時に動き終わる。そんな感じで動いてください。
では動きをやめて両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。どちらが床に優しくついているでしょう。両膝を立ててください。両手は同じように天井に向けて持ち上げて、手のひらは向かい合わせ、肩はストンと床に下ろしてください。左手が天井に近づきながら、右肘、右膝は右側の床に近づいたり戻ったり、この時に左の足の裏で少し床を踏んであげてください。そうすると骨盤、左のお尻が持ち上がって骨盤は右に傾いてきますね。左膝は右側に傾かないで天井を向いていってください。一回一回床に戻してゆっくり呼吸をして力を抜いてください。力を抜いてくださいっていうのは、この肩の力を抜いてください。肩がしっかり床に戻ったら、また左手伸びていく、右肘、右膝傾いていったり戻ったり、左の肩甲骨と右の肩甲骨の動きの違いはどうですか。骨盤はどう傾いていくでしょうか。目は左手の指先を見ていてください。一旦両手両足を床に預けてください。背中と体の接地面に何か変化はあったでしょうか。もう一度両膝を立てて同じ体勢をとってください。今度はこれを交互にやってください。右手が伸びていったり、左手が伸びていったり、背中は床の上で滑らかに転がっているでしょうか。肩甲骨、背骨、肩甲骨が床についたり離れたり、背中が一枚の板ではなくて丸く柔らかく床の上を転がっていますか。お尻はどうでしょう。滑らかに力を使っている感じができるだけ生まれないようにしてください。楽に。この動きに慣れてきたら、動きはどんどん小さくしてスピードを速くしていってください。軽く速く。
ではゆっくりと動きをやめていって両手両足を床に預けてください。背中の感じ、お尻の感じ、最初に比べて柔らかく床についているでしょうか。頭を左右に傾けてください。頭を傾ける動きが体のどのあたりまで動きの影響があるでしょう。動きをやめてゆっくりと起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。で、腕の動きが肩甲骨の動きになって骨盤と一緒に動くと体が全体的に一緒になって動くと心地よい動きになりませんか。今日も軽やかに動いていきましょう。では、いってらっしゃい。明日はお休みです。